引き際を知りません。皆様こんにちは、ナビゲーターのミレイです。今日もご視聴いただきありがとうございます。本日のテーマはこちらです。日本政府が慰安婦裁判の財産明示命令におよそ半年間も無対応。そもそも無効なので当然ですよね。昨年韓国では日本政府を相手取ったいわゆる慰安婦裁判が行われたのですが、その判決が前代未聞、自称慰安婦側が勝訴しています。当然日本政府は相手にしていないことから、その判決で出された財産目録の提出命令には従うはずもなく、今もその命令書は宙に浮いた状態です。いくら待っても日本が対応しないことくらい端から分かっていることなので、韓国の裁判所もそのような手続き論に終始する暇があるのなら、とっとと現金化でもした方がいいと思うのですが。ところで大統領は5月からユン・ソギョル氏に交代し、5年ぶりの保守政権が誕生するのですが、司法界は依然として左派の巣窟です。捕獲の対立はユン政権対司法界の戦いに舞台を移しそうな気がしてなりません。今回はこのニュースを中心にお伝えしていきたいと思います。3月21日付、韓国中央日報によると、ソウル中央地裁第51単独のナム・ソウン判事は、被害者側の財産明示申請を昨年6月受け入れ、財産明示期日を21日に決めた。財産明示申請は、債権者が債務者の財産を知らず強制的に執行できない場合、債務者の財産を公開してほしいと裁判所に申請する制度だ。裁判所の命令により、日本政府はこの日に予定された財産明示期日に財産目録を提出しなければならなかったが、関連の命令送達を日本が受け取らず、期日は延期になる見通しだ。裁判所は昨年11月、法院行政所国際審議官室を通じて日本に財産明示命令を送った。日本政府は過去複数の損害賠償請求事件でも訴状などの送達受付を拒否して裁判を遅延させている。特定国家が外国で開かれる裁判の被告になることは不可能という国家免除論を挙げて無対応で一貫しているためだと報じています。記事によると、公示送達は訴訟の相手が書類を受け取らないか裁判に応じない場合でも裁判所の掲示板などに掲載できる方法なのですが、財産明示命令は公示送達ができず、結局日本の対応を待たなければならない状況になったということです。ここで今回話題になっている訴訟について振り返りますが、彼らが訴訟を起こしたのは今から8年前の2016年のことでした。その後2021年の裁判結果が出て、原告側の自称慰安婦故ペッチュニ氏の勝訴が確定し、いわゆる慰安婦問題は日本帝国によって強行された反人道的な犯罪行為、国家が主権的行為だとしても国家免除を適用することはできず、例外的に被告に対する裁判権が大韓民国裁判所にあるとの判決が下されました。まあこれを見る限り三権分立などあったものではありません。一体いつから韓国の裁判所は大統領の私的制裁機関になったのでしょうか。まあだからといって韓国の場合、司法が完全に独立していればしていたで、きっと日弁連も真っ青になるような驚愕判決を連発しそうな気がしますので、もういっそのこと隣国の裁判は AI にやらせた方が一番いいのかもしれません。それはさておき、国家に責任があると被告が主張した場合、まずはその行為をしていた個人を特定して捜査、そこで国家の命令で行われていたと証明されて初めて責任を負わせられることになるはずです。なので国家の命令抜きで個人が私利私欲で行動していた場合、裁かれるのはその個人になりますので、
当然国家の責任を問うことはできません。実際に朝鮮半島においては朝鮮人が女性を騙して慰安婦にするということが頻繁に起きており、警察に摘発された記録さえ残っています。その記録台帳をもって日本軍が慰安婦を強制徴用していたと主張する指揮者は日本にも数多くいるのですが、不思議なのはなぜ自称慰安婦の方々は日本政府に対する賠償は声高に叫んでいるのにもかかわらず、実際に騙したブローカーたちに対しては処罰を求めていないのでしょうか。まあ韓国が独立を果たした時にはすでに彼らは日本に帰ってしまっていたという事情が大きいと思うのですが、それでも KCIA でも送ってブローカーたちを韓国に拉致したり、日韓外交のカードに使ったりすることくらいはできたはずだと思います。そうでなくてもブローカーの中には朝鮮人もいたとのことなので、彼らを裁判にかけて刑務所に入れることくらいそう難しいことではなかったでしょう。にもかかわらず吉田誠二の私小説が公表されるまで何の行動もなかったあたり、そもそもの信憑性を疑わざるを得ません。このような事情はパク・ユハ教授の帝国の慰安婦にて詳しく書かれているそうですが、パク教授はこの本の出版によって罰金刑を受け、しかも伏せ字で出版されるなどひどい言論統制を受けています。これが本当のことを言われると人は怒るってやつなのでしょうね。今回のニュース、日本国内からも多くの声が寄せられています。次にその一部をご紹介いたします。当時日韓合意は当時のバイデン副大統領の仲裁により二国間合意の下で決着がついたはずなのですが、未だに蒸し返そうとするあたり、これではいくら政権交代したとしても未来志向的な関係など築けるはずもありません。国と国は国際法、二国間の合意や約束を遵守することによってのみ未来志向的な関係が存続していくのです。それを一方的に、しかも法を無視した考えを相手国に押し付けて聞く耳を持たないなんて、国として存在しないに等しいのです。彼らは関係改善など軽々しく言う資格はありません。現政権でも新政権でも構いませんが、韓国政府が ICJ に付託すれば先に進むだけの話でしょう。日本政府は国際法にのっとっているため韓国司法には介入しません。なのでこのままいつまでも平行線をたどると思います。何も知らないイ・ヨンスバーさんが ICJ に行こうと言ったら、ムンさんと韓国政府はしれーっと無視しましたよね。これこそ全てを物語っているのだと思います。確信犯ってことですよね。日韓合意は文字通り日本政府と韓国政府が結んだ合意であり、国が存続する限りたとえ政権が変わっても当事国であり続けます。にもかかわらずムン大統領は政権交代さえすれば国家間の約束事は破棄しても許される、日韓合意はやり直しだなんて考えているあたり、他の国に国際常識が通用しないことは明らかです。もう韓国と約束事をするときはいっそのこと大統領の任期までの期間限定にした方がいいでしょう。きっと韓国国民もそちらにした方がわかりやすいので、案外すんなり受け入れそうな気がします。まあ韓国版ルーピーが出てくれば任期途中でひっくり返されることもありそうなので、韓国政治がこれ以上悪化しないようせいぜい頑張ってくださいね。皆様のご意見ご感想をお待ちしています。評価クリックやチャンネル登録、よろしければベルアイコンをクリックいただけるととても嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。